クレーグ・ポロックは、スコットランド・フォルカーク出身の実業家、マネージャー。2012年現在は、F1 用エンジンの開発を行う、PURE 社の代表を務める。元々の職業は、体育教師。1980年代初め、スイスのビラールにある、寄宿学校に勤務していた際、F1 ドライバージルビルヌーブのイジ・ジャックビルヌーブが、同校に入学してきた。 スキーの授業を通じて、二人は行き投合する。その後、ポロックは、スポーツ関連グッズや F1 の放送券を取り扱うビジネスマンとなり、1990年代初めに日本に赴任する。同じ頃、レーサーとなったビルヌーブも全日本 F3 選手権に参戦するため来日し、ポロックと再会する。ビルヌーブの依頼を受け、ポロックは彼の個人マネージャーに就任した。 ビルヌーブは日本から北米に渡り、フォーミューラーアトランティックからカートにステップアップ。1995年にカート最年少チャンピオンを獲得すると、翌年には F1 に転向し、1997年には F1 でもチャンピオンとなる。ポロックはビルヌーブの成功を支えるラツワンマネージャーとして、なお知られることになる。1997年には、 ブリティッシュアメリカンタバコレーナードと組 F1 コンストラクターのティデルを買収ポロックはチーム代表に就任するがリカルド・ロセットの起用などをめぐる対立によりチーム創設者のケンティデルらがチームを去ることになる1999年にはチーム名をブリティッシュアメリカンレーシングと改めチーム代表を継続さらに個人マネージャーという関係からウィリアムズからビルヌーブを エースドライバーとして、バーに移籍させるなど派手なマネジメントを行い、F1 回の注目を集めた。ところが、バーのレース成績はその予算に対して、惨憺たる結果に終わり、2001年12月に、バットはポロックをチーム代表から解雇した。しかし、以後もビルヌーブのマネージャーとして、チームに帯同し続けていたほか、バーのウォーカ主の一人として、一定の発言力を保持し続けていた。 2004年末にホンダがバーに資本参加する際、ポロックは自身の持ち株を売却した。2003年にはケビン・カルコーベンと共に PK レーシングを設立し、チャンプカーに参戦する。しかし、2004年をもって共同オーナーを辞する。2006年、国際自動車連盟が2008年の F1 エントリーチームを募集した際、 新規参戦を申請した11チームの一つに、ボロックが関与していると噂されたが、計画は実現しなかった。その後もビルヌーブのマネージャー業を継続していたが、2008年1月にビルヌーブとの契約関係を解消した。以後一時なりを潜めていたが、2011年には新たに F1 エンジンの開発を手掛ける企業として、PURE を設立し、 再び F1 業界に姿を見せた。2014年から導入される1.6リッター V、6ターボエンジンの準備を進めており、2012年にはトヨタモータースポーツとの提携を発表し、開発拠点を TMG の施設があるドイツケルンに移転した。ただし、PURE は投資家からの資金調達に問題が発生したため、同年7月に活動を休止、 その後テクニカルディレクターのジルシモンがホンダに移籍するなど主要スタッフがすでに同社を離脱しており2014年からのエンジン供給は困難とみられている。ありがとうございます。